藤浪、さすがに不安になるくらい酷使されすぎてしまう。オリオールズ藤浪晋太郎投手が22日、日本時間23日、敵地ガーディアンズ戦で5-6で1点を追う6回1失走者なしから3番手で登板。中1日で62試合目の登板となった藤浪、1失から9番に対してカウント3ボール、1ストライクとなったが、内角の直球で1直に打ち取ると、続くラミレスもカウント1、1から外角のカットボールで右肘に打ち取った。2つのアウトを奪ったのは3登板ぶりだった。最速は 98.3 マイル、約 158.2キロで、8球を投げてストライクとボールが4球ずつだった。前回登板の20日、同21日、敵地アストロズ戦では、3人に対して12球を投げ、ストライクがわずか2球で2死球。ワンアウトしか奪うことができずにマウンドを降りた。18日、同19日の同カードでも3安打を浴びて3失点。9月は7登板連続で無失点を続けていたが、2登板連続で1アウトしか奪えずに失点していた。今日は無失点か。今日は良かった。良かった。3試合連続で結果が出なかったらちょっと、と思っていたが、これでまた明日からもガンガンやってくれるでしょう。シャンパンが抜けてきたか。しかしまあよく投げてるな。いくらなんでもちょっと投げすぎでは。藤は丈夫さが取り柄だぞ。濃厚だけど甲子園優勝投手やぞ。雑に扱うな。にしてはお前らって甲子園優勝投手の斎藤をすぐバカにしてるよな。使い捨て投手って感じだな。壊れでも別に問題ないって使い方。クローザーでもなきゃブルペンは使い捨てだからな。クローザーでもポストシーズンいけるってなったら酷使されるし。一回壊してトミー・ジョン手術した方がコントロール安定するかもしれん。チーム全体が過酷な戦いということもあって皆疲労困憊の状態。藤浪だけじゃなくピッチャーもバッターも明らかに疲れが見えている。監督はストライクが入るかどうか懸念してたから確認したかったのだろう。チームの藤浪に対する期待や評価はすこぶる高い。カノが抑えだと不安定だから藤とどちらが安定するといいんだが、バティスタの穴は大きいな。チームはその後マサラのカノが垂れてさよなら負けだし、藤浪ギャンブルの視座厳しそう。なんと答えてくれることを祈るばかり。